ゲームオーバー。さあ続いてワンピーカーはポンド選手、東進選手ですね。さあ東進選手はクラークに適応がある。このクラークが初手でどれぐらいダメージを奪うかが鍵になる。しかし相手はグリフォン。通常技の競り合いではグリフォンも負けていない。さあポンザ選手クラーク初手、グリフォンを倒すことができるか。ポセイドン変身出して、さあしかし、さあ殴り合いが始まっている。もう一回殴る、一打ち。さあリーチが長いのはグリフォンだか。クラークは一回投げればそこから置き攻めループに持っていける。しかしそこまでの距離が遠い。ポセイドン、さあここまで行かない。ポセイドン決めて、オーリアンおくらきぬらり回って、しかしもう一回しかし、さあここで先手を取ったのはモード選手。さあ続いてはマキシマ、クテイクするかって、さあフランケンはさあ空振ってしまって、さあこれはスーパーキャンセルでマキシマダメージを決める。残り体力ちょっと残るという判断でしょうか。さあこれはウーラサイマキシマ腰から、さあ相手がしゃがんでいるので最終弾が当たらない。バンカーバスター決めてって、さあバイトに切り返す。さあ東進選手ここでこのエディ選手を倒しておかないと大きな差がついてしまう。残り体力を考えるとここはガトーに交代しておきたいところですが、さあ厳しい。ここはシーンとして黒バイス負けてやりません。さあ生交代ブレッツ、さあスタンドが当たらない。さあガトーに交代したい。ここからガキャンバイツに切り返す。さあこれは車外から、さあ9まで降りて車外からテンティを決める。大きくリードを奪う。タッチは上からは行かせない。前へ投げて、タッチはもう一回天竜、さあこれは天竜も初、しかしまだ1ゲージある。ゲージが上がって、さあジャンディフラリ待って、まだ分からない、分からない。さあ殴ることはできない、これは分からない。シャガディがヒットして勝ったのはエディ選手。ゲームオーバー。さあ続いて出てくるのはダイパン選手。ワンピー側ダイパン選手、失礼しました、ガトー今日エイジを選択。さあ初手はエイジでしょうか。エイジです。さあエイジ対グリフォン、実はこれ 7-3 近くついています。さあエイジ側は上りジャンプ B、 垂直ジャンプ B と機構砲を出しているだけで、グリフォン側は相当つらい。さあどうする、さあ乗り出し飛行砲アクティブ、しかし届かない。表裏ポセイドン決めて、車外からポセイドン天命角、さあアクティブを決めていく。さあ裏に回ってダイヤルス、さあさあ表裏ガードしていく。しゃがし破れ、クライは食らわない。こっちのクライは食らう。さあここからもう一回クライ、さあダブルトを締めていく。自動コンボヒットした。ここから天竜を決めていく。マキシマ相手なさんコンボができるため、この選択は楽しいと言えるでしょう。さあしゃがみ出していくが、負けじと加藤もさあ突きは、さあこれはシフトしなかったらマキシマを出すことができましたが、さあしゃがしで追われて交代ができない。さあ強体グリフォン、
あ、これは強眼は結構厳しいですが、投げていく。さあ、セーブ、フェイクシュートに出てきたところ、さあ、出っ放しを読んでの、さあ、地上コンボ、さあ、これは、さあ、突き上がれ、しっかり決め切って、ドアイポン選手、練習している、続きは、あ、シンガー、最後は、まだ終わらない、6番のゼロ際、目障りだ。目障りだったようです。勝ったのはダイバン選手。やめてしまえ。さあ続いて KOF で出てくるのはどちらか、誰が出てくるのかな。ゲームオーバー。カモキン選手。さあ霞桃子キング、カモキン選手が出てくる。さあダイバン選手、ゼロキバを出しても大パン選手の欲望はまだ続く。ここからさあエイジ対モモコ。さあ先ほどカモキン選手敗者復活戦ではエイジに対してモモコで行って1ドットも減らさないで終わってしまったんですが、次の試合はなんとかせめて1ドットは減らしてほしい。レディーゴーで開始して最初はどうする。さあドット減らした。もうモモコの出番は終わったか。さあこれは何だ。フェニックス太郎を出していく。さあ桃子相手は強砲は当たりません。さあコッパ切り、先ほどこのコッパ切りをフェニックス太郎で避けたように見えましたが、さあそれでもコッパ切りを出していく。シャーディーから手間よくコッパ切り、さあ通常の上で切り返していく。左回って強砲手間よく暴れてもちろん手間よく、この連携を初めて見ました。さあ桃子体力ピカピカ光っている。ガードクラッシュが目前。さあ天文力出していく。もう一回天文力。さあ桃子に対してはこの天文力が有効でしょうか。さあ勝利を決めてシャリ。さあ桃子頑張っている。記号砲がヒット、しかし頑張った。桃子頑張った。さあここから、さあガーギャンに切り返していく。さあガスに、さあシャーディーからの強砲。さあインディーを見てようやく窓を倒していく。強重重ねて、さあ今日は近距離の通常が結構強いからなので、一回ジャンプ B が入るとそこから美味しいダメージを持っていくことができる。セービングシュートに勝利5体。ふらり回って手に入れるが、しかし当て身でもう一回もしかして、さあガトー、このガトーの勢いかすみ止められるか。ゲージがない状態。ここからトラップショットを決めて残り誰か2割。前見出して何をやつか、もちろんシャガディシャガディシャガディ、あなたがコケの方にシャガディを出し続ける。投げてここはゼロ決まる。しかしガトーが倒れる。ふらり回って、さあ残り体力ほとんど変わらない状況。状態キング、おそらく5分の状況でこの2人。下階からトラップ決めてサイレントスラッシュ決めて、さあこれはこれは高中錦投げて、あと1人いったれ、かすみもしかしてリーチを見れるかと思いきや、ジャンニーヒットして勝ったのはダイパン選手、2連勝。さあ続いての試合、ナエラ選手が出てきます。さあエイジ同士の対決。さあナエラ選手は11勢の勝ち勢です。
さあ、ここ撃破してって、こちらでリュウジ。さあ、さあ、色が濃い方が、ナイラ選手。通常からの方が、ダイパー選手。さあ、強砲を当たって、こちらでリュウジ、ブーン。もう一回、ブーン、決めて。さあ、シャーディ。さあ、もう一回リュウジ。前転は投げで勝っていく。もう一回。強砲を決めて、さあ、先手だったのは、ナイラ選手。強砲を出して、こちらを通して、カウンターヒットではない。後ろ足出して、こちら攻撃。さあ、ダイパー選手。まだ、まだこの人の動きは、さあ、セリフシートで、肩に応え。動きは見ている。パチンとした球で近づいてイメージ避けている。しかし確定は間に合わない。さあ、それでも通常度を出し続ける。それがダイパン選手のプレースタイル。断点まで飛びを取っていく。もう一回投げて、さあ近づいてイメージ動きは全部読んでいる。さあ、しゃがみしゃがみしゃがり。さあ、勝ち落としてくれて、さあ、ノーコーダイ、これはバーハートでしょうか。しゃがり、リュウジ強いのコーダイ。ノーホー、さあ、やりばいに相打ちでならない。さあ、外、外対強、外対強はゴブという噂ですが、さあ、オリジナルにしゃがり。さあ、まだリーダーガトが生きている。このガイさえ倒すのは分からないが、分からないが、今日もやられてしまう。シャガシーがヒットして、変わったのはナイラ選手。決まりだ。ゲームオーバー。